込んだ靴、時間が経った靴が好きで、そういう靴をどうやって作ろうかと考えた時に手で作ることがいい方法だということにたどり着きました。それは今から18年前のことです。靴作りは作って終わりではなく、履く人によってストーリーが生まれてきます。デザイン、機能性、履いた時のラインの美しさを軸に作り続けています。今回のテーマは内面の美しさです。その3つのコレクションはいつも素材選びから始まります。今回は拳の原香、あと今では珍しい色の染色方法を使って革のお色を作ってもらいました。時間をかけて作った革だからこそ革本来の持つ柔らかさだったり履き心地の良さにつながっていると思います。